リカーシブルは、米沢実のによる日本の推理小説。小説新調2011年12月号から2012年8月号に掲載され、2013年1月に刊行された。週刊文春ミステリーベスト102013年で、第18位、このミステリーがすごい。2014年及び、本格ミステリーベスト102014年版で、第10位、ミステリーが読みたい。 2014年版で第15位にランクインした。本作連載前にストーリーセラーに2009年4月10日発売号に掲載された短編作品リカーシブルリブートがあり、主人公の名字が腰型であるなどの違いはあるものの、本作の一部を凝縮したものとなっている。腰の遥かは中学校に進学する春、父親が職場の金に手を出して失踪し、 社宅に住めなくなってしまったため、母、ヨシエと小学3年生の弟、サトルと共にヨシエの故郷で過疎化が進む坂巻市に引っ越してきた。両親は再婚同士で、ハルカは父のサトルはヨシエの連れ子であった。ハルカは家族を裏切った男の娘で、血のつながらない自分の面倒を見てくれる母に感謝し、聞き分けの良い子として振る舞っていた。新しい町。 新しい学校での生活に不安を感じていた、遥だが、同じクラスで、蕎麦屋の娘の林家と親しくなり、まずは上々の滑り出しかと思えた。しかし、そんな、遥の周りで奇妙な出来事が起き始める。サトルが未来のことを予言したり、過去にこの街で起きたことを知っているかのようなことを口にするようになったのだ。遥は、社会科教師の身裏に未来が見える。 子供の話を聞いたことがないかと尋ねたところ、この町に伝わる玉名姫の伝承を教わる。玉名姫は、自身を犠牲にすれば、村が救われる未来を知っており、村に危機が訪れるたびに役人に村を救う、お願いをするために身を捧げ、願いが叶うと自殺する。そして、報いを受けた役人も、法教から災害に落ちて、死ぬのだという。未来を知っているという点で、 玉名姫と悟るは似ている。まさかと思いながらも、遥かは疑念が深まっていくのを感じる。一方、林家から5年前、高速道路がこの街を通る A ルート案を推薦する報告書を執筆した水野教授が法教から落ちて溺死し、その報告書、水野報告が紛失したまま、行方がわからず、大人たちが今も、 水の報告の行方を探しているという噂を聞かされる。林家に玉名姫のことを聞くと、更新会という例会で、乾杯の挨拶をする役職に過ぎず、前の大の玉名姫が結婚するなどの理由でいなく、なると、次の玉名姫に交代するのだという。そして、現在の玉名姫を紹介するという林家に連れられて、更新堂を訪れる。そこであった玉名姫、 宮地優子はごく普通の高校生だった。しかし、玉名姫と悟るに対する不安が薄れたのもつかの間のこと、三浦が法教で事故に遭う。遥は下校途中その法教で、林家が悟るに話しかけているのに出会う。林家は遥に、悟るが、こういう事故、見たことあると言っていたと話す。三浦を見舞いに病院に行った遥は、三浦から何者かに恋に追突されたのだと聞かされる。 玉名姫の伝承が載っている、常ね民和んの執筆者たちは皆死んでおり、坂巻市のすべての図書館、学校図書室から、常ね民和んが消えている。玉名姫の伝承を調べることは、何か町の不都合につながるので、自分は狙われたのだという。そして、遥かにおとなしくしておくようにと忠告する。数日後、遥かが学校に行くと、林家が休んでおり、 クラス全員がハルカを無視するようになっていた。三浦を見舞いに行ったことがバレたらしい。最悪なツイタチだと思ったハルカだが、それは始まりに過ぎなかった。家に帰り夕飯の時間になってもサトルが帰って来なかったのだ。一連の事件の裏に隠された水の報告と玉名姫、そしてサトルの予言の真実をすべて知ったハルカは、サトルを取り戻しに高振動に向かう。 ありがとうございます。